皆さんこんにちは。企業の現場に入って目標を絶対達成させるコンサルタント、アタックセールスアソシエイツの横山です。今回のテーマは絶対達成する応援の技術です。応援とはどういう意味なのか、応援の言葉の定義を探るという、こういう企画で少しお話をしたいなというふうに思います。皆さん東京オリンピック見ていますでしょうか。いろいろありましたけれども、やはりすごく頑張っているアスリートの皆さんを見ていると本当に感動しますよね。応援したくなるのが普通ではないかなというふうに思います。で、ビジネス上で応援するというか、組織の目標を絶対達成させる上で応援するとはどういうことなのか、それを考えてみたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。今回のテーマは絶対達成する応援する技術です。どんな言葉の定義をするにしても、同じような、もしくは似たような言葉を持ってくるっていうのが私のやり方です。私が今回考えたのは、応援とよく似た言葉って何かっていうことをいくつか書き出してみたんですね。そうするとパッと思いついたのが、まず協力です。応援するということと協力って何が違うんだろう。あと言葉としてよく似てるのが支援ですね。支援で、援という言葉を引っ張り出して援助という言葉もありますよね。なので応援と協力と支援と援助って何が違うのかなと思いました。私の感覚的なものを今からご紹介しますので、ちょっと違うな、そういう感覚じゃないな私はというふうに思う方は、ぜひコメントに残していただけると私は嬉しいです。まず応援と協力で何が違うかっていうと、協力ってどっちかっていうと具体的に手を出しますよね。何々に協力してほしいって言われたら、ああ分かった、じゃあ何をすればいいっていう話です。応援してほしいって言われたら、お頑張れっていうことなので、直接的に何かこちら側が行動を起こさなくちゃいけないかっていうと、多分そうではないですよね。で、支援と協力は何が違うかというと、支援は私どもコンサルタントですので、やはりクライアント企業に対して支援っていうふうに言うわけですよ。どちらかというとかなり能動的な感じ、そしてそのクライアント企業のあるべき姿というものを考えた上で支援をするっていうことが多いですね。協力は言われたらやる、向こうから要請があったら、頼まれたら、じゃあ何をすればいい、協力できることは協力するよというふうに言えますよね。支援というのはどちらかというとこちらから能動的に関わる、こんな感じを示すんではないでしょうか。さらに援助って何かっていうと、援助も支援もちょっと似てるかもしれないですね。どこどこの会社が困ってるからとか、誰々さんが困ってるから支援をしてあげよう、そのためにお金を支払おうっていうのはあるかもしれないんですけど、その時に支援って使う場合もありますよね。でも援助の方が分かりやすいのかな、助けるという意味で。ですから困ってるから何か助けなくちゃいけないからという感じ。支援ってかなり抽象度が高い、いろんなところで使えるような気がするんですけど、援助というのはちょっと困ってる人、苦境に立たされていることを助けないといけないという感じかなと思います。支援というのは今のところうまくいってるケースもありますからね。うまくいっててさらにうまくいきたいという時に、支援する、協力する、応援するということもありますね。援助っていうのはかなりきつい状態になっている方とか組織を援助するという、そんなニュアンスがあると思います。応援とそれ以外は間接的と直接的でちょっと違うかなと思います。支援とか協力とか援助っていうのは直接的に何か手を出すということだと思うんですけど、応援というのはもう直接的に手を出さない感じがしますね。だから頑張れって応援してるよというのが応援で、私はですね、応援と応援もどきがあるんじゃないかなと思ってます。この何々もどきっていう言葉は私は気に入っていて、こちらの書籍、優れたリーダーは部下を見ていないという書籍、換気出版から少し前に出したんですけど、これってリーダーは部下見てなくていいのかっていうね、よく言われるんですけど、そうじゃなくってタスクを見ろっていうふうに書いてるんですね。部下ではなくてタスクを見ろ。そしてタスクというのは大きく分けると2種類あって、タスクとタスクもどきがあると。この区別をちゃんとしないと仕事の生産性って本当に悪くなるし、部下の仕事に対する意欲とかやりがいとかモチベーションっていうのも上がっていかないっていうことを書いているわけですね。だからタスクとタスクもどきは必ず区分けして見なきゃいけないっていうことを書きました。それと同じなんですよね。応援と応援もどきっていうのがあると私は思っていて、応援
援もどきというのは、応援するっていうのを意識しないと応援しない人が応援もどきをしているんだと思います。あのさ、俺頑張ってるからさ、応援してよって言われたら、おー応援するよっていうのが応援もどき、陰ながら応援してるってやつですね。ですから意識なんか全然してない、皆さんがものすごくファンにしてるような、そういった選手とかね、アーティストとかアイドル歌手とかいらっしゃるんだったら、こう能動的に応援すると思うんですよ。間接的ではあったとしてもですよ、積極的にその人が出ているテレビを見る、 YouTube を見る、サイトを見る、その人の発言とかを見てチェックするわけですよ。応援してるよ、頑張ってとかね。でもしその人が怠けていたりとか、最近活躍できていないっていうんであれば、いやいやちゃんと頑張れよっていう、これが本当の応援なのかなというふうに思うんですね。私の知り合いでガンバ大阪のサポーターの方がいるんですよ。この方すごいですよ、もう応援の仕方とか。まあでも本当にガンバ大阪に頑張ってもらいたいね、ちょっとシャレみたいになりましたけれども、でもその方はね、本気で思ってるわけですよ。だから積極的に試合を見に行くし、そして声を張り上げて応援するし、頑張っていない選手がいるんだったら叱咤激励するわけですよ。これが本当の応援なのかなというふうに思います。ですからガンバ大阪俺応援してるよって言いながらも、この前の試合勝ったねってね、誰かに言われて、え、そうなのって言ったら、いや本当応援してんのっていうことになるじゃないですか。だから言ってるだけっていうことですよね。私は阪神タイガースファンです。ですからもう常に新聞とかをチェックして、阪神勝ったかなとか、最近出てきた選手ってどうなってるのかっていうのをチェックしてます。だからまあビジネスにおける応援っていうのもそうだと思うんですよね。これは、本日7月25日に書いたメルマガでも私表現してみました。例えば営業組織が組織改革をしようとしてると、それを他の部門の人たちってどういう目で見てますかということです。なのでチャチャ入れたりとか横やり入れるっていうのは言語道断ですよね。邪魔なだけじゃないですか。営業組織をね、改革したって本当に目標絶対達成するんですかとか、今までのやり方でもいいんじゃないですかと、今何かねあえて変える必要なんてないんじゃないですかって、他の部門の人たちがこうやってね横やりを入れるなんてことは絶対良くないわけですよ。やろうとしてる中身を把握するってことはとても重要です。だってそうでしょ、さっきのガンバ大阪の例で言うと、例えば若い選手が出てきて活躍できていないと、何やってんだって言ってもいいかもしれないんですけど、でもそのチームの方針とか監督の方針っていうものをちゃんと理解してますかっていうことですよね。若手を今は育てないといけない、そういう時期なんだ、だからサポーターの皆さんは温かい目で応援してくれというふうにチームがメッセージを出してるんだったら、そのようにしなくちゃいけないじゃないですか。だからすぐには目標達成しない、例えば余罪管理っていう新しい管理手法をこの組織に導入するんだと営業組織が決めたとします。でそれはなぜ必要なのかっていうことを正しく理解するんですよ。製造部門の人も物流部門の人も管理本部の人たちも、あ、なるほど、余罪管理っていうのはそういうものなのか、私たちは直接余罪管理には関係しないけれども、例えば歴史のあるような営業組織が大きく変わろうとしてるんだったら、頑張れと、ちゃんと応援してるからねということを意識してほしいんですよね。そしてもしも怠けているとかくじけそうになってると、やっぱり余罪管理ってどうですかね、なんか半年間ぐらい頑張ってみたんだけどうまくいきそうにないんですよねって弱音を吐いてるような営業さんがいたりとか、営業のトップがいたら、いやいやいや、ちょっと待てと、ここまでやったんだからもうちょっと頑張ってみたらどうか、応援してるからと、直接的には手を出さないんですよ。もちろんなんか協力してくれって言われたら協力するわけだけれども、協力できることもすごく限られてるわけですよ。だから草葉の陰から見てるよとかね、陰ながら応援してるよとか言われた時にだけ声をかけるんじゃなくて、積極的に、いや余罪管理っていうのをやってんでしょうと、目標の2倍の余罪を仕込もうとして、いろんなね新規のお客様とか既存のお客様の進行開拓とか、そういったものを意識してるんだよねと、結構大変だよね、新しいことをやろうとすることってさって、でも会社が良くなるためには営業の皆さんが頑張ってもらわないと本当にうまくいかないから、製造部門もね本当に営業さんが元気でないと張り合いがないから、応援してるよとかね、こうやって言うもんですよ。何かね折に触れそういうことを言うと、営業もちょっとくじけそうになったんだけど、余罪管理違うんじゃないか、今回の組織改革ってちょっと違うんじゃないか、社長が言ってることはなんか違うんじゃないかって思い始めていたんだけれども、そうやって応援されると力になると、何か直接的にね、手を出してくれとか協力してくれとは言わないんだけど、そのようにいろんな部門から
頑張ってね、応援してるよとか、無理しないでねとかね、業績はなかなか上向かないかもしれないんだけど、余罪が増えてきただけだって、それでもすごいことじゃないですか、頑張ってくださいとかね、こうやって他の部門の方から激励されたら、よっしゃってなるじゃないですか。これってとても大事ですよね。プレッシャーをかけるということではなくて、応援をしていくっていうことなんです。プレッシャーと応援は違うし、協力とも違うし、サポートとも違う。このバランス感覚の取れた応援とは一体何かっていうことは、私もこれから追求していきたいな、この東京オリンピック・パラリンピックを機会にして、そんな風に思った次第です。皆さんはどのように思われますでしょうか。でも、ある組織が改革しようとしている、ある人が大きく成長しようとして努力している、それを会社全体で、組織全体で応援しようとする文化ってとても素敵じゃないですか。そんな組織文化を作っていきたいと思いませんか。私もコンサルティング会社として、いろんなクライアント企業を見ていますので、そんな組織文化が定着するような支援をしていきたいなというふうに思っています。今回の動画はいかがだったでしょうか。ぜひ皆さんにはこの余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そしてメルマガを登録していない方はぜひぜひ登録をよろしくお願いします。概要欄に載せていますのでよろしくお願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。本日はありがとうございました。